おーし、というわけで今回は俺のストーカーの続きやっていきましょう。図鑑がなんだっけな、中二病だ、中二病のナンバーワンを解禁しました。お前ら、俺は予想するぞ。左目に赤で、右目があれだ、金色だと予想するぞ。いくぞ、せーの。あー全然違った。こちら漆黒の闇、標的追跡中。あーす、あーでもね、ほら見てみ、赤色は合ってる。この眼帯の下絶対に金色、俺も確信してる。保証はしないけど確信してる。じゃあ女教師覗いてみましょうか。怖いレベル2。うーわー、なんだこのなんだっけ、学校暮らしみたいな、なんかそんな感じの。いやーこれは、いやこれちょっと怖いやつだな。ギャルはないな。水着もない。バンギャも覗いてみましょう。せーの。あーかわいい。いやかわいいな。うん、かわいい。よし、2はまだです。2は10回やってです。マッドサイエンティスト、こういうのもな、実は覗いてみたらキラッキラーな感じだと俺は予想するよ。いくよ。はい。うわ全然違った。なし。マシュマロも結構可愛いんじゃない？見てみようか。ほい。あ、いや、いや、でもありだな。大食いの子は可愛いと思うよ。やっぱ小食よりもね、やっぱ気にせずに食べる子が一番可愛いと俺は思ってるよ。女教師は見たし、中二は見た、ゴスロリはまだ出てこない、信者も出てこない、オカマは全然出てこないしな。うん。よっしゃ、じゃあやっていくか。あと3人倒したらあれですね、レベル上がります。よし、じゃあレベル上げましょう。さあ次なんだっけな。次は F。 ようやく落ち着いてショップに行けるぜ。え、いつの間に制服から私服に着替えたのかって。嘘だろお前、ちゃんと周りのモテてるやつら見てみろよ。モテるやつは全員学校終わったらトイレで私服に着替えてるんだぜ。嘘やんそんなん初めて聞いたわ。ああ今から行くのは俺の行きつけのショップだから安心しろよ。お前に合う服とかも選んでやるよ。俺のセンスに任せてれば間違いなくお前もモテモテだろう。まあ俺ほどまでには行かないだろうけどさ。お、着いたぜ。ここが俺の行きつけの、はっ、あ、ってなんであいつがここでバイトしてんだよ。いや、かわいいぞー。あー、いらっしゃいませー。これは何屋さんだろうな。アクセサリー系かな。アクセサリー系っぽいな。おー。よし、じゃあ倒していくか。オーマイガー。うーわー。どういう倒し方してんの？燃やして？どうやって倒すのこれ？ビリビリビリってなってるけど。え、炎で燃やしてビリビリビリってやってんの？怖い。なんか、いやでもバツーガーに比べたら。いや、まあ、マシっていう言葉を使う時点でおかしいんだけど、マシだよな。よし、俺呼ぼうか。シークレットチケット。ガチャル。行きましょう。これ3回貯めましたよ。3回貯めたんで、まあ、まず1回目。どっかで被りは出るだろうけどな。被りは出るだろうけど。さあ、何くれる？ああ、被った。初回から被るか。ちょっと厳しいな。せめて一個どっかでな、最初だけでも出てきてくれたらな。後の方で、ああ、まあ、しょうがないね、みたいになるんだけどな。最初の方でな、被りが出るとな、ちょっと焦っちゃうしな。頼むぜ。マジで言ってんのか、マジで言ってんのか。あと1回、あと1回お願いします、お願いします。結構ガチャ運は あんま良くないかもしれないけど、頼むよ頼むよ。せめてバカゲーだけでもいいの出て、うわー積んだ。マジか、3回かぶりか。もうガチャれないしな。皆さんお待たせしました。
ついに猫耳少女が現れましたよ。でも周りの店員さんとあんま変わらない気がする。店員じゃない、お客さんとあんま変わらない気がするな。いや、先にゴールドチケットをゲットします。よし、ゴールドチケットゲット。さらにもう一回広告を見てくるぜ。じゃあな。おっしゃ、ただいま。じゃあさっきに俺のルーレット回してからあの子、猫耳の子に行きましょうか。あマジか。ちょっと違うな、求めてたのと。まあいいか。図鑑で言ったら何番目だ？これだな。16番目ですね。ゲットしましょう。ゲット。猫耳フードの娘。いや、これは可愛い。アリに似てるな。1週間フレンズに出てきたあの子に似てるな。いつも大量にメールを送ってくれる子なんだが、1日200通届いた時はさすがの俺も焦ったぜ。スパムかっつーの。いや、いいな。何回？4回か。4回と8回。いや、この子は8回撃退したいな。なんとか8回撃退して、あの子の、あれだな、写真を見たい。とりあえず EXP を90まで上げて、スタンガンか、これ。燃やしてスタンガンしてるわけね。はぁ。ストーリーはまあ10話までいった。あ、でも結構あるんだな。あ、すべての始まりってある。あ、これがあれだね。あの、ストーカーの子との出会いの話になるんだね。シークレットガチャ回そうか。いや、先にこっちだな。金頼むわ。せめて、金にかけるか。かぶるか？かぶるな？かぶるな？ちょっと4回連続かぶりはさすがに。お、え、かぶりか。これかぶりだな。かぶりだな。金ガチャ行こうか。よし。激レア以上だからね。さっきの金フ、さっきの猫耳フードの子も、あれなんじゃない？出てくる可能性あるよね。あれも激レア以上だったっけ？うわー、マジかよ。マジか、これ。マジか。見るか。しかも金色ここで来るか。いや、厳しいな、厳しいな。俺が思うにこの世界は俺を中心に回ってると思うんだ。なんでかって、それはお前何事も俺の都合のいいように話が進むからよ。女にモテる、イケメン、天才、金持ち、どうして俺はこんなに完璧なんだ。そう考えるとやっぱり俺を中心に世界が回ってると考えに行くつくわけよ。うん、うんうんうん。世の中の女たちは差し詰め俺の惑星でどこか。土星さん、完全に土星になってんな。ただ不思議とどこに行っても同じような顔した女に囲まれてる気がするんだよな。どこに旅行行ってもだぜ。まるで本当に俺の惑星みたいにずっとついてきてるみてえだよ。まあそんなわけねえけどな。たく、お前と話してるとついつい変なことを口出してしまうぜ。まったく気をつけろよな。はあ、これが金色かよ。はあ。お？あ、続き出たね。2の5。爆発して次が真っ黒け。ノーダメージ。びっくりびっくり。え、それで終わり？もうちょい欲しいな。もうちょい。あ、中二病倒した。あ、中二病倒した。さあ、どうなる？中二病倒したけど。中二病は？あ、10回だもんな。まだまだ足りねえな。あと4回。結構長いな。でも多分これが最後の店員さんだろ？店員さんじゃないわ。なんていうの？倒すのは、この子たちが最後なんじゃない ?100% いったもんね。うん。この子たちが最後だな。あいつ。あいつもあと11。何この、何これ。何この11番。え？犬かな？犬の、なんだろうな。犬の着ぐるみプラスハンマーかな？予想。ストーカー率が全然溜まってないんだよな。これが悔しいな。ストーカー率どんどん上げていきたい。あ、ちょっと待って。待って。あれがあるんだった。テロもあるんだった。ちょっと待って。よーし。行こう。
ヘロモン使います。いいキャラ出てこい、来い、マジで来い、マジでいいの来い、いいの来い。あー来てねー。この子倒したよね確か。この子倒したはず。倒してない。あ倒したな。いやーマジかー。おーっしゃ、いい感じに全体的に溜まってきたな。じゃあ最後にね、シークレットチケットガチャって終わるか。ガチャります。さあ最後ぐらいいいの出してくれよ。いいの頼むぜ。来い。うわー嘘だろ、まあ、かぶりじゃないけどさ。嘘だろ、違う、これじゃない。ミスったミスった。マジか、こいつばっか出てくんな今日は。うん、ん？ん？あ、そういうことね。音楽なのかな。条件1は達成した。図鑑のナンバー25のストーカーを発見したら、ナンバー25、ストーカーナンバー25。この子か。この子を発見したら出てくるってことか。あー、まあまあまあ、しょうがないな、これは。うん。で、まだもう、ヘロモン香水も使い終わったしな。よし、じゃあね、レベル10になったので、この辺で終わりたいと思います。じゃあな。